女子の試合もうすぐ終わります。さあ、いつも通り行こうや。あっす。やめとけ山本。ああ、そんなせこいことしません。ちゃんとグッてやって測ってます。お前こそミカちゃんに振られた傷は癒えたの？決勝で会おうぜ。緊張してんの？はあ、当然だろ、相手が相手だぞ。正常に働くために。せい、相変わらず会場を引き込むね。たまには目立たせていただきます。めんどくさいクロウさんが前衛に上がってくる。かっこよしおかよ、クソが。お前のそういうまっすぐバカっぽい感じ嫌いじゃないよ。まあ大事だな、チームって複雑だからな。人とちゃんと力を合わせるって結構難しい。まあこうなるわな。はあ、俺らは決勝行く気満々でした。つって実際負けてるんで黙りますね。あいつほんといやらしいから注意しろよ。フェイントは常にあると思っとけ。かっけー。いや、猫をかぶるという技を身につけたらしい。まんざらでもない顔してんなよ鬼先輩。二組クロウ哲郎知ってる？ん？どっかで会ったっけ？中学の1年生大会でお前んとこにボコボコにされたんでね。肉！魚！魚っておっさんかよ。ドコサヘキサエン酸が足りてない発言はやめていただきたいね。ロング、全国制覇っす。くそ。たまにはベンチから猫魔の勝利を見るのもいいんでないの？心配するな、全国大会までのちょっとした休憩だ。で、そうだな、俺とは交代なし。たまには首相にもかっこいい仕事させてちょうだいよ。よっ、おい、ナイスレシーブ。役ならいちいち体勢崩さず取るだろうけどな。なんだよこのプレッシャー。飛ばすぎ。あの下手くそを狙いたい気持ちは非常によくわかるけどね。あ、もっと働いてもらわないと。ミスったらごめん。守備がちょっと甘くなるとしても奇襲としては悪くはないんじゃない？第一セット、シラー一本あげるぞ。はい、切るぞ。柴山、一瞬頼む。詰め合った、血止める。はい。イエフの持ち味が発揮される方がいい気がしてた。お前、下手くそには下手くそって言ってやれよ、具体的にな。本物のスカイツリーは見れたのかな、おのぼりカラス。あらあら、まさか緊張していますの、沢村さん。無駄口の多さこそ緊張の証じゃないかね、クロウさん。お待たせいたしました。パンチ、よっしゃ。
おいおいおい、おのぼりカラスさんじゃねえの。よかったね、はるばる来たのにすぐ帰ることになんなくて。じゃあ明日もせいぜい生き残ってね。そっちこそだろ。いずれのチームか。目立つの嫌いな剣魔をとうとう全国まで引っ張り出しちゃったな。バレエ始めた頃から中学まで剣魔よく、特別練習がきつかった日とかとかね、思うわけで。剣魔、寝る前のゲーム禁止っつってんだろ。睡眠の質が落ちるでしょうが。何？俺だって人に気を使うこともあるよ。ああ、改めて言われると結構ショック。前苦労が言ってたやつ思い出すわ。早起き事件。ああ、朝5時頃寝坊常習の研磨の部屋にしょっちゅう電気がついてて、徹夜と思いきや結局バレて怒られてたけどな。あ、まあ好きだからできんだろうけども。でもカラスノと練習やるようになってからやる気出してるように見えるよな。ああ、わかる。カラスノのチビちゃんとよくつるんでるもんな。どう見ても真逆のタイプなのに。珍しくできた友達ってのもあるし。でもレベル上げっていうのが現場っぽいな。やる。俺が一番目立つ。はあ？一番は俺です。女子アナにインタビューされる準備もできてます。うるせえ、アスタキさんち。どこさ、キサエンさんだ。何の喧嘩だ。お魚さあ、とっとと寝ろ。お前か。おお、気合入ってんな。愛想振りまけとは言わんけども、同級生なんて特にこれから長い付き合いなんだからさ。山本、まあ練習試合だし、あんなもんだ。はあ、こんな大声出したのは久しぶり。え？賢さ、冷静さ。はあ、手溶けた。必死の見た目はダセえもんだろ。ちょっと嬉しそうにすんのやめてくれる。ライトから海信之。慣れてみせますよ、レシーバーの皆さんが。了解。それに慣れてみせるよ。ナイスレシーブ。守備の固い者同士、一歩も譲る。集中力だけは並外れてる研磨の集中が切れてきた。そろそろ限界が近い。猫間高校。まさか自分がもっと追い込まれる作戦出してくるとはな。3セット目に行かないための2セット目の無茶だよ。あの調子で3セットとか無理、猿川に完全に潰されるよ。糖分が不足してるんだな。バナナ食べなさいよ。山本、大げさか。いやいや、あの剣魔が他人を仲間と呼ぶなんてすげえことだよ。もらいますね。これで剣魔がゲームやってる時の半分くらいでいいから、バレーにアグレッシブになってくれたらな。勝手なアテレコをやめてください。やっぱり根性は嫌い。俺には難解すぎる。でも剣魔がアグレッシブになる相手が。おい、カラスノ、コートにいる意味ないし。わかった。へえ。でもしかもそれをスパイクの威力を落とさずにやってる。全国公はやっぱジタバタしねえのが正解だったな。あれはむやみに追っかけても逆を突かれたり、そもそも奴の打点の幅をカバーしきれない。止めることに躍起になったらドツボにはまるって分かってても、多分俺は我慢できなくてたまに手出しちゃうし、
何本かは止めれると思う。でもツッキーは多分、バレーは点を取られて当然の競技、失点をなくすなんて不可能、どんな攻撃も完全攻略なんてね。でもこの砂のターン打ちに関しては、セッターの鏡だね。おや、でも俺には無理だからね。あんな上げづらいボールにあんな素早く滑り込む反応もスピードも、あんな低い体勢で体を安定させる筋力も、さらにそこからドンピシャでセットする技術もないからね。できない理由を饒舌に語るない。下馬評はカラスの有利って感じだろうね。ああ、強いとこいっぱい倒してるし。バカ野郎、俺たちだって強いとこ倒したからここにいるんでしょうが。ああ、自分の布団だけ敷いてやがる。おい、たまんじゃねえよ。やってみなきゃわかんないと思います。それにグーはチョキに勝てるけど、パーには勝てないと思います。まあどっちでもいいよね。あ